私はこの22年間、テレアポ訪問販売の営業の仕事をやってきて分かったことがあります。アポイントが取れている人はお客様を。セールスのことは俺に聞け。株式会社即決営業代表取締役の堀口です。今回はテレアポが取れる人と取れない人の決定的な違いというテーマでお伝えしていきます。この動画を見てくれている人の中にも、アポさえあれば売れるんです、プレゼンテーションには自信があるんだけども商談アポイントがなかなか取れないんですという人もいると思うんです。あなたの会社にもいると思うんです。いつもスケジュール表はスカスカで商談アポイントが全然取れていない人、逆にいつもスケジュール表は商談アポイントでパンパンに詰まっている、たくさん商談アポイントが取れている人、このアポイントが取れている人と取れていない人の決定的な違いとは何か、このことを今回の動画ではじっくりとお話ししていこうと思います。この動画はテレアポ営業をしている人はもちろんなんですが、逆にテレアポ営業をしていない人でも少なからず商談アポイントの設定はすると思うんです。ホームページからの問い合わせや広告で反響のあった見込み客に対して電話で商談アポイントを設定することってありますよね。そういった時に相手に逃げられずにきっちりと商談アポイントの日時を設定する方法がこの動画できっちり手に入ります。なので営業マンや販売員、個人事業主の人はもちろん、マネージャーや営業管理職、経営者の人にはとても参考になると思いますので、この動画はぜひ最後まで見てください。あとこの動画の最後にあなたの成約率をアップさせるための3つのプレゼントをご用意してますので、こちらも必ずゲットしてください。では行きましょう。即決営業、はい、よろしくお願いします。今回は皆様にテレアポが取れる人と取れない人の決定的な違いというテーマでお伝えしています。では早速行きましょう。テレアポが取れる人と取れない人の決定的な違いとは、声で押すことです。私はこの22年間テレアポ訪問販売の営業の仕事をやってきて分かったことがあります。アポイントが取れている人はお客様を声で押せている。アポイントが取れていない人はお客様を声で押せていないということです。クロージングにおいてもテレフォンアポイントメントにおいてもお客様を押せない営業マンは強い営業マンにはなりません。お客様を押せない営業マンは強いアポインターにはなれないんです。私は自社のテレフォンアポインターには常々アポは声で押せと指導しています。皆さんに送らせてもらっている資料になりますので、ちょうど近くの方を回っておりますので一度お話聞いてみてくださいという形で話の語尾でお客様を押してほしいんです。アポイントが取れないアポインターは例外なくお客様を声で押せていない。声の方向が逆向きなんです。皆さんに送らせてもらっている資料になりますので、ちょうど近くの方を回っておりますので、一度お話聞いてみてください。という形で、何か臆病な感じ、ビビっている感じ、声を吐かずに声を飲んでしまっているんです。こういった臆病な声や怯えた呼吸は相手にバレてしまいます。皆さんも一度は見たことありませんか？大勢の前で話すスピーカーの人が緊張してビクビク震えて声がしっかりと出せていない状況。この状況を見ている聞き手の人たちには、この人結構緊張してるな、この人ちょっとビビってるなという形で必ず聞き手に伝わります。緊張、恐怖、怯えなどのネガティブな感情は我々の呼吸を通して必ず相手に伝わってしまうんです。もしこれが相手にバレてしまった瞬間に一瞬で相手が優勢になり、こちらが劣勢になります。どんな状況においても一番大切なことは呼吸を整えることです。やばい状況の時ほど息を飲んではいけません。息を吐いてください。テレアポでも大勢の人前でのスピーチでも怖い人やヤクザに絡まれた時でさえ息は飲まずに吐くんです。もしあなたがそこで息を飲むとそれが相手にバレてしまい、
必ず相手に飲まれてしまいます。なので、窮地に陥った時、やばい状況になった時ほど息を吐いてください。私も実際、大勢の人前でスピーチする時には、その日の体調や精神状態によって緊張してしまったり、怖くなってしまったりする場合もあります。やばい状況の時にこそ、息を吐くんです。そうすると自分の呼吸が整うのがわかるんです。この呼吸の方向をコントロールすることができるようになれば、あなたは周りから堂々とした人に見えるんです。その堂々とした声でお客様をしっかり押せば、あなたの要求は通りやすくなり、結果的にアポイントの数は今よりも確実に増えるはずです。即決営業。はい、今回はテレアポが取れる人と取れない人の決定的な違いというテーマでお伝えしてきました。私は現在このテレアポ営業の世界に22年います。その中で多くの営業マンや多くのテレフォンアポインターを見てきました。そして分かったことがあります。アポイントが取れる人はお客様を声で押している。アポイントが取れない人はお客様を声で押せていないということです。なのであなたが今よりもっと多くの商談アポイントを取りたい、商談アポイントの数を増やしたいと思うのであれば、お客様をしっかりと声で押してください。そうすればあなたの商談アポイントの数は今よりも必ず増えるはずです。この動画から何を感じてどう行動するかはあなた次第です。あなたが成功することを我々即決営業にも応援させてください。このチャンネルではあなたの成功のヒントとなる動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録してください。この動画を気に入った人はいいねボタンと、動画見たよ、動画良かったよという合図の代わりにコメント欄に即決と書いてくれたらとても嬉しいです。それが我々即決営業メンバー全員への強い励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。アポは声で押せ。株式会社即決営業代表取締役の堀口でした。さよなら。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。